スタイラップスメリティスタイラップスメリティネジレバネは、ネジレバネ目と呼ばれる目の微小な寄生昆虫の総称。オスとメスの形態の差が激しく、土半妙のように可変体である。オスは目、足、羽を持ち、全身が平均根のような器官となっている。メスは、足や羽を持たず、ウジム虫状である種類が多い。宿主には、蜂、横イ、シミ、ゴキブリが含まれる。 この属の最大種である、スズメバチネジレバネは、小型スズメバチの働きバチに、最も寄生し、腹部から、メスが見えている状態で見つかる場合が多い。卵は、メスの体内から出ない。体内で孵化した一霊幼虫は足を持つ。宿主が樹液状に行った時、メスを呼び、宿主の体内から脱出し、樹液状で脱皮する。そこで、ウジのような二霊幼虫に加齢し、 樹液状にたまたま来た宿主の体内に侵入すると考えられる。メスは生涯を通じて宿主の体内で過ごし、オスは羽化すると宿主から脱出して、数時間の寿命の間でメスを探し、飛び回ると考えられる。なお、寄生された宿主はねじれバネにコントロールされ、複数個体に寄生された場合を除きほとんどの場合は、 衰弱せず働き蜂としての仕事をしなくなり、女王蜂と一緒に翌年まで越冬すると考えられている。ありがとうございます。